クモさんの話術すすごいっすね、まあ、最初の冒頭で言っちゃうといいですよね。うんまあ、僕のペルソナはもうあれですね、まあ、大体決まってるんですけど借金まみれで行動がなかなかできなくてノウハウを買いまくっててうんうん人生変えたいと思ってるんだけどなかなか変えられなくていつも自分にじじ劣等感があってうーん 社会のことムカついていて、うん、成功してるやつらを見るとムカついて、みたいなペルソナスな、完全に <laughs> そう。僕も、まあ、アンケートめちゃめちゃ撮ってるんでね、うんまあトータル的に言うとそんな感じです。ただまあ僕はピンポイントでね、ワンツー動画とか撮るので、あの別にあんま関係ないっちゃ関係ないですけど。 だそのセールスレター書くときとか、なんかそのメッセージ、なんか強めのメッセージ書くやるときは、そんな感じですね、ペルソナーね。うん、だ今もね、そうそう、決済がありましてそう、ドリアカの本コースの決済がありましたよ。で、まあ、あの、入学おめでとうございますみたいな動画撮ってたんですけど、まあ、この方はね、もうあれなんですよ。もう昔からですね。ま多分10年選手、10年以上選手ですね。要はこの業界を10年以上見てるノウハウコレクターの方で、 逆に言うと、それだけ見てるから、僕の凄さを、すごく、まざまざま、まざまざと、あの、体、なんだ、うん、感じてもらっているっていう感じですね。うん、やっぱね、比較対象があるじゃないですか。で、久保さんも、まあ、まあ、今、比較できると思うんですけど、やっぱその、10年以上、この業界見てたら、まあ、多分ね、僕と久保さんみたいな人は絶対いてないんですよ。まあ、ほとんど消えてくんで。うん、で、あとは、消えなかったとしてもですよ。 うーんまあなんか細い作業とかねなんかそういうのは自分でやっていないっていうね自分あのスタッフがやってるみたいな僕と久保さんってねスタッフ雇ってないし、まあ、全部自分でやってるじゃないですかそうだから僕もし、ままあ、久保さんと違って僕はもう毎月商品売ってますけど毎月、まあ、今日もねセールスレター書いてたんですよだからそのセールスレター書くとかね販売準備するとかなんかそういうのも全部一人ですから,だからそれを ずっと一人で5年、まあ、もうまだ5年ですけど、やってるっていうのは、まあそれだけでもすごいと。まあこれからも続けるんで、スタッフ雇わないし。うん。だドリームアカデミアは僕で始まって僕で終わるんで、やりきりますよ。うん。そう。比較対象があるっていうのはいいですよね。比較対象があるっていう。だ前ね、あやさんに言わ、あやさん、あ、そう、あやさん、久保さんとこ行ったか、一回。 その吉谷さん、ラーメン,ラーメン屋で何がラーメン、ラーメンの味で何が好きですかみたいに言われて、うん、そうっすね、みたいな。味噌味です、みたいな。味噌味ですかと。じゃあ、その味噌味って何で出たんですかと。それは、今まで塩味とか豚骨味とか、醤油とかいろいろ食べてきた結果、そのトータルの、そのなんだ、あの、比較ができたから味噌味になったんですよね。だから逆に比較できなかったら味噌になってないんですよね、と。確かにそうですね、みたいな。 だ比較できるっていうのはね、非常にいいですよね。うん、ん。いろんな経験をするっていうことは、その経験からの比較もできるわけですよ。うん。まあ、久保さんもね、いろいろその、なんだ、マージャン店やってきた。マージャン店とネットビジネスは比較できるわけじゃないですか。これ普通の人で比較できないですよね。マージャン店やってないんで。マージャン店に比べると、このネットビジネスやっぱすごくねみたいな。これめちゃめちゃ儲かるやん、みたいな。 人いらないのみたいな。人の教育いらないのと。麻雀のタクいらないのみたいなね <laughs>。いろいろ比較できますよね。これめっちゃええやんみたいな。でもそれがないと、なんかその、これめっちゃええやんってなりづらいですよね。僕はもう圧倒的に、なんだ、見てきて思うのが、もう絶対このビジネスモデルしかないと。 個人が一人でこう稼いでいくんだったらこの情報ビジネスコンテンツビジネスしかないと僕はもうなんか比較してもこれしかないって言い切れますねででそ,そこで軍資金を作ってその軍資金をどう使うかはその後のその人のお任せなんだけども最初のスタートアップですよスタートアップは絶対これっていうねもう絶対ですねうんはいいってらっしゃい